ブランドン・ジェームズ・ライオンは当主。アメリカ合衆国ユタ州ソルト・レイクシティ出身。右ト右打ち。フォーシーム、カーブ、スライダー、チェンジアップを投げるのが特徴。現在はフリーエージェント。1999年 MLB ドラフト14巡目でトロントブルージェイズから指名され、2000年3月31日に入団。 2001年8月4日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー7.1回を投げ1失点に抑え初勝利を挙げた。球団史上2番目の若さだった。11試合で先発し5勝4敗、防御率4.29だった。2002年はライオンにとっては困難なシーズンとなった。開幕を先発ローテーションで迎えたものの4月10日のニューヨークヤンキース戦と6月10日の サンフランシスコジャイアンツ戦で共に7失点するなど不審だった。その1ヶ月後には先発から外されリリーフへ回された。リリーフ投手としてのデビューはフェンウェイパークでのボストンレッドソックス戦で3回1、3を投げた。リリーフでは5試合に投げ勝敗なしで防御率は5.19だった。2002年10月9日にウェーバー経由で ボストンレッドソックスへ移籍した。レッドソックスでは、リリーフに専念し、2003年は49試合に投げ4勝6敗、急セーブ、防御率4.12だった。7月22日にトレードで、ピッツバーグパイレーツへ移籍。7月31日にトレードでレッドソックスへ、復帰した。2003年11月28日に、 カートシリングとのトレードで、ケイシー・ホッサムやホルヘデラ・ロサ、マイケル・ゴスと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍。2004年は怪我でシーズンを全休した。2005年は怪我のホセ・バルベルディに代わって、クローザーを務め、15セーブ機会中14回、成功するなど活躍を見せたが、このシーズンも、怪我のために後半戦のほとんどを棒に振ってしまった。2006年は、 怪我から完全に立ち直り68試合に登板し2勝4敗、防御率3.89と活躍した。2007年も引き続き好調を持続、キャリア最多の73試合に登板し6勝4敗、防御率2.68と、さらに好結果を残し、バルベルデにつなぐセットアップマンとして、チームの地区優勝に大きく貢献した。2008年は、バルベルデがトレードで、 ヒューストンアストロズへ移籍したため、開幕からクローザーの座についている。11月3日に FA となった。2009年1月24日、デトロイトタイガースと425万ドル出来高50万ドルで1年契約。前年に引退したクローザーとドジョーンズの後継者としての働きを期待される。同年はセットアッパーとして65試合に登板。 防御率2.86、6勝5敗3セーブ、15、ホールドの好成績を残す。11月9日に FA となった。2009年12月12日にヒューストンアストローズと3年、総額1500万ドルで契約。2012年7月21日、計1 0人が絡む大型トレードによりフルス、ブルージェイズへ10年ぶりの復帰。10月29日に、 FA となった。2013年2月7日にニューヨークメッツと契約を結んだ。7月9日に放出された。2013年7月19日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。8月1日に FA となった。2014年2月10日にロサンゼルスエンゼルスとマイナー契約を結んだ。5月20日に FA となった。ありがとうございます。